こんにちは、岩田屋本店本館7階の分吉です。今回は4月からオープンした分吉をご紹介します。分吉は本と出会うための本屋です。あの本のことが気になり、あの本と偶然にも出会い、あの本と恋に落ち、あの本が忘れることのできない価値になる、そんな本と恋するような一続きの文脈を分吉では提供していきます。また福岡天神ではそれだけではなく、福岡県の老舗百貨店岩田屋本店とともに、本屋と百貨店の融合による他のどこにもない学びをテーマとした新業態を手掛けています。本と出会うための本や分吉と好感度の学びを提供するカルチャースクール学び岩田屋が共存するからこそ生まれる価値を提供していきたいと考えています。では早速各エリアをご紹介していきます。まず分吉は無料エリアと有料エリアに分かれております。無料エリアは本との出会いへの入り口、有料エリアで期待が高まるようなフェアやコラボ企画なども行っております。フェアは 1,2 ヶ月の周期でテーマを変更しています。これまでにスープストック東京さんや島村楽器さんとコラボレーションさせていただいております。雑誌や新刊本、話題書なども取り揃え、小さな小回りの利く本屋さんとしてご利用していただければと思います。また書籍のお取り寄せや雑誌の定期購読、選書サービスも行っております。続いて有料エリアのご紹介です。有料エリアへ入場するためには、レセプションカウンターで入場料をお支払いいただき、入場バッジを受け取ります。有料エリアに入りましたら、お気に入りの場所を見つけてください。一日中じっくりと本を選ぶことができ、コーヒー選書はおかわり自由です。また小腹を満たす食事もご用意しております。無料エリア、喫茶室、児童書室はお互いの話し声や BGM が行き交い、少し活気のある楽しい空間。奥の閲覧室に向かうにつれて、だんだん静かな図書館のような空間が広がり、より広く深く時間をかけて本と向き合う場を提供しています。一人一人が用途に合った場所を探して、さまざまな本との関わり方、過ごし方を楽しむことができる空間です。まず入って右手には喫茶室があります。食事と会話を楽しめる喫茶室を配置、昔ながらの百貨店を想起させる空間でお食事をお楽しみください。見た目も楽しいメニューを取り揃えております。おすすめはオムハヤシプレートと厚切りフレンチトースト、ベリーソースとバニラアイス添え。入って左手には選書室があります。書籍は幅広いジャンルから一点一点選んだ約3万冊を販売。食や日本文化、ファッション、アート、デザインといったカルチャースクールの特色を取り込みつつ、知的好奇心をくすぐり感度を高めるようなラインナップで選書しております。選書室を抜けると閲覧室があります。集中して読書や作業ができ、気づいたら何時間も経ってしまうような場所。ヨーロッパの図書館のワークテーブルのような位相にデザインし、席数も豊富にご用意しています。人文科学や自然科学、文学といったジャンルでライトな本から読み応えのある本まで一点一点スタッフが選書しております。 Wi-Fi や電源完備、ケーブルの貸し出しなどのサービスも行っています。他にも子どもたちが思わずこもって読書したくなるような空間の児童書室があります。モビールは福岡出身で世界的にご活躍の陶芸作家、鹿児島誠さんによるオリジナルモビールを制作していただきました。東京六本木にある分吉と大きく違うのは、空間として児童書室を新たに新設しているところです。大人と同じように子どもも楽しめる、子どもを子ども扱いしないをテーマに、枠組みをあえて作らず、自然と興味関心が移ろいゆく子どものための本と出会う場所です。例えばご家族で来ていただき、保護者様の一人はお買い物を楽しみ、子どもとお連れ様は児童書室で本を楽しむというご利用も可能です。
他に閲覧室は集中して作業ができる空間です。パソコンやテキストをお持ちいただき、ワーキングスペースとしてご利用いただけます。皆様のご来店を心よりお待ちしております。